恋する惑星は、1994年の香港映画。香港の九龍、チムシヤッツにある雑居ビル、重慶大火を舞台にすれ違う恋愛模様をスタイリッシュに描く。ウォン・カー・ウアイ監督が、本作のプロデューサーでもある名優ジェフ・ラウと1992年に設立した制作会社ジェットトーンの劇場公開第一作。同社の第一作になるはずだった楽園の傷の制作が中断している間に即興的に撮影され、公開も本作が先になった。また、当初は3つのエピソードが描かれる予定だったが、割愛され、後にそのエピソードをもとに、天使の涙が制作された。第14回香港電影金像奨で最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞を第31回金馬奨で最優秀主演男優賞をそれぞれ受賞している。まだ日本では有名ではなかったウォン・カー・ウアイや金城武、フェイ・ウォンの名を一躍有名にした作品で舞台となった重慶大火や中間の名物エスカレーター周辺は日本人観光客の目的地にまでなった。また、クエンティン・タランティーノが絶賛し、アメリカでの配給刑を獲得した。失恋した刑事のモウは逃亡中のドラッグディーラーの女と出会う。続いて、恋人とすれ違いが続く警官663号は飲食店、ミッドナイトエクスプレスの店員フェイと出会う。ありがとうございます。